皆さん、こんにちは。山形からやってまいりました、ニューラベンダーと申します。今日は第18回、全国エレキバンド合戦ということで、お祝い事ですので皆さんで3本締めでお祝いしたいと思います。それではお手を拝借よー、はいよっ、もう一丁、はい、どうもありがとうございます。そのまま手拍子よろしくお願いしますよっ、はい、レコーディングに移った寺内武史とブルージーズ、タイトル曲を涙のギターと決定。レコード発表と同時にフジテレビヒットパレードは21週続けて1位を獲得した曲でございます。さあ、日本のエレキシーン、この曲で始まりました。涙のギター、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、サイエと申します。山形からやってまいりました。我々ニューラベンダー、寺内武史とブルージーンズの、コピーバンドとして、活動しております。いろんなところに出させていただいているんですが、今日はいわきの方たちと、初めてお会いすることを本当に楽しみに、やってまいりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、続きまして、また演奏したいと思いますが、民謡の曲をお送りしたいと思います。それではお聴きください。いろんな外国に行ってまいりました。いろんな国に行くとともに、日本がいかに素晴らしい国かということを実感しております。今、日本の民謡をこのまま放っておいたらばなくなるんではないかと思ったのが、今から35年前、日本の民謡を全部集めて、温故知新、古くて良いものを集めて新しいリズムでつなげていこうということで作り上げた日本民謡大全集。その中から民謡心のふるさと、鉛は国の宝と言われております。
郷土愛やっぱりみんなで大事にしていきたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは北から南まで一気通貫でお届けいたします。人呼んで清張寺内節。こちら福島県から相馬盆歌。
オリジナルサウンドを作ろうということで急に一決いたします。曲ができてアレンジが仕上がって、そして何か思い出につなげていこうということで作り上げた、ご存知若大将シリーズの映画の音楽になってまいります。業界マスコミでその音楽湘南サウンドと呼びました。Thank you.
もありがとうございます。ちょっと水分補給のためにちょっと休憩いたします。すいませんでした。それでは、続きまして、映画の音楽を一曲お届けしたいと思います。ちょっと後ろの方にドラを持っていただきましたので、ドラの音を聴いていただければと思います。それでは芝の女王です。
続きまして、歌舞伎の曲を1曲お送りしたいと思いますが、日本舞踊でも、有名な曲でございます、元禄花見踊りでございます。ちょっと待ってくださいね。今ちょっとチューニングが狂ったようで、ちょっとチューニングを合わせてみたいと思います。OK ですか。はい。それでは、続きまして、クラシックの曲を1曲お届けしたいと思いますが、ご存知、運命でございます。
深444メートル、日本海の荒波に育まれ育てられてきた日本の音。今僕たちは日本の音と書いて日本の匂いと読む。今日本には無国籍な曲ばかりが流行る。でもそれは違う。国籍はっきりして世界仲良くする、この曲どこに行っても胸を張って演奏してきました。第20回レコード大賞企画賞受賞曲、本日のお別れです。津軽ジョンカラ節。
どあの日が曇ってちょうど良かったです。先ねここまで日がすごい照ってて、あ、やばいなと思ったんでしたけど、ちょうど曇りで良かったです。いいですか、大丈夫ですか。はい、じゃあそれでは、2人でお酒を聞いてください。ドラム新関淳、キーボード大沼ひろみ、そして私船山正弘がお送りさせていただきました。本日はどうもありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。